サトルさん何でしょうからさんちょっとね怒ってることがありまして<っ>腹立つことがありましてはそれをちょっとねただ聞いてもらいたいというだけではじゃあただ聞きましょうあのネットでこうね見てたら いいなと思う製品を見つけたんですよ。<ー>で、スクリブルペンっていう、スクリブルペンっていうね、はあ、製品があると。C ネットの記事なんですけど、はい、タイトルが、身の回りの色をインクで再現するペン、スクリブル。楽し、ね、登場っていうとかね、記事がこう出てて、うどういうペンかっていうと、はい、スクリブルはペンに組み込まれた RGB センサーを使い、ボタンを押すだけで身の回りにある様々なものから色データを取得できるデバイス。 ええ、めちゃくちゃ面白そうですね。インクカートリッジを内蔵しており、取得した色と同じ色のインクを配合して出すことができる。<ー>つまり周囲の気に入った色を紙の上で再現することが可能なのだ。<ー>このペンにセンサーがついてて、はいはい、センサーでこう RGB 読み取って、はいはい、その読み取った色を実際に物理的に出す。 っていう。魔法のペンみたいなのがこう出たっていう。魔法だわ。これはキックスターターで出て、それ、はい、結構ニュースになってたんですよ、ちょっと前に。で、ちょうどその奥さんが映画描くのが好きだし、はいはい、誕生日が近かったんで、ちょっと買おうと思って、はい、注文したんですよ。うんうん、で、注文したのが8ヶ月前ぐらいに注文したんですけど、うんうん これがまあ届かないんですよね。海外で作ってるイギリスで作ってる。ああ、なるほどね。イギリスのメーカーが作ってる。なるほど、なるほど。で、届かない。うん。届かないなと思って。まあ結局、あの、誕生日にも全然間に合わなくて。結構話題になったから、人気でちょっと、品薄なのかなと思ってて、若干忘れかけてたんですよ。はい。そしたら、いきなりなんかある日、英文のメールが届いて、はい。イギリスからのメールが届いて、はい。 タイトルが、スクリブルペン、スキャムって書いてあって、スキャム。<laughs> なんか、不吉な予感を叶え忘るには十分なタイトルですね。<laughs> その4文字は。SCAM、スキャム。はい。まあ、ということで。はい。で、結構長いメールを書いてたんですけど。<laughs> 8ヶ月後にはわかるん。<laughs> <laughs> 抜粋すると、なんか、この人は、このスクリブルを作ってた会社で働いてた元従業員だ。 ってていう人から来てでのスクリブルペンという製品は存在していないとええ？これは詐欺であるとだってニュースになったんでしょそうニューシーネットって私も名前を知ってるぐらいのメディアそうなんですよそういうこう普通のまあいわゆる誤報ってこと釣られちゃったのか そう。ってことられて。ああ。全然実現すらしてないらしいんですよ。ああ。なんかそう、デモ動画とか。はいはいはい。そういうムービーは全部嘘というか。ああ、なるほどね。そう。それをこう、メディアがすい取り上げて。ああ。え、まあ詐欺であるというまあシリコンバレーの医療ベンチャーとかでもそういう話ありました。そうですね、ありましたね。あれね。はいはい、なるほどなるほど。そういう。それに引っかかっちゃった。そう。うわ。で、詐欺の首謀者。 がハンガリーに逃亡中であるでハンガリーか <laughs> あー。そんなに高飛びはしてないな。<laughs> イギリスからハンガリーに逃げてるらしいんですよね。はい、僕の好きなウィズエアーなら99ユーロぐらいでいけるあ、ま、り <laughs> ますね。あれね。ああ、そうですか。で、じゃあなんでこの人がメール送ってきたんだと思って。メール送ってきたのはこの会社の元従業員、はいあで。で、この従業員が自分も被害者だみたいなことがメールに書いてあって。 うん、そのハンガリーに逃亡してるのが社長らしいんですけど、この社長の元部下で騙されて仕事を手伝わされてたと。はい、でも、<laughs> 報酬をもらえずに逃げられた。ああ。っていうふうに書いてあって。なるほど。で、なんかこの人が今なんか国際訴訟を起こそうとしていると。<laughs> そういうことか。うん、で、なんで購入経路とか、 どこでそのサイトを見つけたとか、あるいは購入した時の明細とか、うそういう情報があれば、何でも提供してくれっていうメールがまあ来ました、はいはい。ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。<laughs> そう。お金は払わなくていい追加的にさらに <laughs> 大丈夫 <laughs> とりあえずなんかその情報を教えてくれ。 クレジットカードの番号とかじゃなくて。ではなくて。よかったよかった。なんか、なんか、二重、二重詐欺の。あ、そう、だからそれもちょっと思ったんですよ。これ自体が詐欺の。そしたらまたスキャムのスキャムとか来て。そうスクレブルスキャムスキャム。スキャムスキャム。スキで、まあそれもちょっと思って、だから、その、ちょっと気をつけようと思ったんですけど、どうやらその、どこで見、見たかとか、なんかその、そ C ネットの記事みたいなの送ってくれみたいな。日本だとどういう記事が出たのかみたいな。あ、そかそっかそっか。多言語に訳されてるとわかんないわけか。そうそうそう。で、 まあ書いてありましたと。で、もともと支払いはなんか僕、ペイパルでやってたから、ほうほうまあそこは大丈夫かなとか思いつつ、んん僕は騙されたわと思ったんですよね。辛いな。ただそこまではいいんですよ。はい。僕なんか結構、このメール来てちょっとなんかワクワクして。<laughs> <laughs> 少しわかる。うん。なんか始まったぞみたいな。始まったぞ、ね <laughs> 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 ハンガリー。それはね、払った額にもいりますね。いくら払ったんですかで ?3 万円ぐらい。3万かうん、わかる。わかクできる。ギリできる、できる、できる。できる、できる。3万ならわかる。まあ正直なんか届かないなってうっすら思ってたから、うんまあまあこのまま届かないのかもって思ってるとこもあったんで、あそ,でそれに比べるとなんかこう、動き出したぞみたいな。なるほどね。それがだから3万円分のエンターテインメントをとして扱えれば岡田さんの価値。 勝ちじゃないわかんないけどね。負けながらの勝ち。前を向いての倒れ。そうそうそう。オッケーオッケー。理解しました。と思って、はい。海外とそもそもね、メールのやりとりすることももうなんかめちゃくちゃ久しぶりだったから、英語なんて僕、まあ仕事で使わないんで。ああ、そうなんですね。そう。だからなんか、誰かと英文でやり取りするなんてもう久しぶりだし。じゃスキャンブルちょっと、これ、その、できる限り協力してみようと思って。多いじゃないですか。で、その、 こういうサイトで、こういうことが書いてあって、みたいなシーンでそのやつを翻訳して、はいはい、でもいろいろ書いて。 もう、ぜひできることだったらもう手伝いたいと。もう、この作業許せないから。<laughs> <laughs> なんならそのハンガリーの訴訟に俺も加わるぞ、みたいなぐらいの。集団訴訟って確かにインターナショナルでやれるわ。そ,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 そう。やるぞって結構長いの夜1日かけて書いて。なるほど。送ったら、次の日に、サンキューって書いてきて。それだけそれだけ。<れ>だけ <laughs> <laughs> なんか、すごい、はしご外されたというか。 こっちめちゃくちゃ乗り気になって。そんなもんかもしれない。そんなもんかもしれない。なんか、アザースみたいな感じで、それ以降メール来なくなって。来なくなったそう。ああ、まあ次の行動を移すための準備期間なのか、ちょっとドンピカれたのか。で、そのサンキューにもまた返した。じゃあ今、どんな感じなのして、国際署長はどんな感じなのメール返ってこなくて。来なくなっちゃったそう。そいつイギリスに住んでるんですか そう、イギリスですね。イギリスの住所をちょっと調べてみたらいいじゃないですか。でも、だからメール返ってこないから本当に怒ってて、僕は。そうその人も、今ね、コロナが少し緩和されてきたから、その人の家とか行けばいいじゃないですか、もう。なんかわかんない。じゃあ毎日行くわ、ってね。日本からやばいやついるぞ、みたいな。このドキドキを返せっていうか。そうか、そこで落ち騙されたのはまあ、僕が悪いからも仕方ないです。いやいやいや、そんなことななってメール。うん。ね、もうちょっとそうね。 やってくるよみたいな、はいまあ、最近怒ってるのはそれなんですけど。なるほど。だちょっとやっぱりこうなんか懐かしい感じがあって、なんか味わってないな最近みたいな。ああ、なるほどね。<laughs> そう。うん、そうかっていうのがあって、やっぱりこう、こういうね、詐欺師とか、まあよく出てくるね、僕とのあの、ラジオによく登場する。 自称ガイドの。自称ガイドね。お,<構>おじさんたちうん、10回に1回ぐらい出てきますね。もっとし。自称ガイド。か、うん、なんか結構懐かしいなって最近思ってて。うんうんうん 2年も会ってななないと寂しくなるなあそういううさんくさい人の成分を摂取してないから久しぶりに来て少し興奮状態にあるっていうちょっと異常な感じかもしれないですねちょっとなんか真面目なとこに行くと診断を下されるかもしれないけどなんか分からないでもないなういうなるほどなるほどなるほど あいつら元気かなと思う。<laughs> <laughs> ハンガリーで言ってることが分かってね、国が分かってんなら、なんか、もう少しいけんじゃないなって、なんかね。ねでもそれは何ヶ月前に出てくったんですか、その最後のサンキュ級は。サンキュ級はもう、でも、年末ぐらいですね。あ<ー>、うん、あ、結構時間たってますね。すね今、4月後半だから。うん、あそうか。<laughs> <laughs> そうなんです。スカイプとか、ダメか、なんかウェブ会議とかね、かねい。や、なんかね、ウェブで法廷とか出たりですね。 ハンガリーの法廷に出,出てみたくないですかハンガリーの法廷ね。<laughs> うん、面白そうコロナで、その、自称ガイドの人たちとか、今何やってんだろうなと思って。<laughs> まあ、元気に、ああ、そこでも、なんか、<laughs> 食い物は来てるんじゃないですか <laughs> で<も>なんか、食い物に対して、ちょっと最近少ないなと思いつつも、来てるんすかね。うん、じゃあ、需要と供給のバランスが少し、だから、供給が少なくなってるけど、やっぱ食いついてきてんじゃないですか、やっぱり。 いや相当だって海外旅行者しかね、あんなの騙せないだろうから。確かにね。地元の人とか、その国内の人とかは多分騙せないだろうから。まあ、うん、これも岡田さんのおっしゃってたことの受け売りだけど、あの、チェルノブ、チェルノービリって今言うのかな、うん、あの、原発のやつとか、ああいうのを、エアビービーとかあああいうのを通じて、確かウェブの ツアーとかかをやったりすするわけじゃないでそういうのを自称ツアーとか言ってまた遠隔スパムでなんかこ白い壁しか映んねえぞとか言ってなんだこれとか言ってオンライン自称ガイドなんかズームの接続悪いんだよとか言って振り込みだけはスムーズに完了するみたいなそういうやつがあとはなんか本当は言ってないんだけどなんかそこだと言い張ってくるやつだねずっとなんか後ろの人動いてないじゃんとか言って静止画じゃないかこれはとか言ってでもめちゃくちゃ出会いたくないですかみんなが一律に同じ動きをしてるぞとか言ってなんか怪しいぞとか言っていやいやいやとか その言い訳が60分続いて終わりみたいな,な。何の 名所でも何でもないとこ見せられて。ああ、すごい。それ逆にでもちょっともう。逆にいいかもしれない。オンラインで体験してみたい、ね、いや、ほんとですよ。路上観察ツアーとかね。<laughs> デイリーポータルのライター、次々に釣れますよ。ね、そうですよ。コーンとか、ね。デイリーポータルに三水地達夫さんとかはね。どんどん釣れる、ね。床のそのね、パネルとか、かそういうね。教えてあげた方が、ね、路上のブロックの置き方をずっと解除するってやつね。確かにな。うん。でもそこをちゃんと読まずに来ちゃったやつとかはちょっと来ちゃって。フリクションが起きますけど、多分ね。なん,なんだこらとか言って <laughs>。 なって言ったら顧客満足度だからなんか100%と0%にこう二分化されるような確かにでもねそういうそういうのはでも自称ガイドとかそういうの別にして商品として成立するかもしれないですよねそうです、ね、だって世界中に10人の,その三角コーン愛好家でも何でもいいけどもそういうのがいればそういう遠隔ガイドが成り立つわけだから、うん、私もあちこち旅してやっぱりお手洗いのトイレのね小便器大便器の写真やっぱり必ず撮りますもん僕も とりあえず取って、これがロシアの国営企業の便器みたいな。集めると楽しいですから、でも自分でも集めきれないから、うん、僕もフェイスブックとで遠隔で。 今、ナミビア行ってんだよって言ったら、ちょっとナミビアのじゃあ、勉取ってきたよって言ってあーあー。やっぱ僕支持、指示、指示というか、ビッグデータ <laughs> お願いをね。うん、して、そう,そうそう、ビッグでわかんないけど。<laughs> そういうのはでもなんか、Google p i c で集めるのもつまんないから、やっぱり人を介してね。うん、何らかの人を介して集めてくるの面白いから、それをね、なんか、1時間10ドルぐらいだったら僕喜んで、あんまり出してないな、お金。わ <laughs> かんないけど。<laughs> でもなんか、それが10人集まれば、ね、1時間100ドルになるから。そういうの思いつく人だったらいいかもしれないですよね。マッチングサイト。マッチングサイトっていうかね。<laughs> <laughs> 自称ガイドを救えっていうなことになっちゃうけど <laughs> 別に僕らはむしろ食い物にされてる側ですからね <laughs> 何もなんか彼らに施しを与えようとは思わないんだけど <laughs> でもそういう発想は多分な,ないんですよさ自称ガイドの人はやっぱり、うん、かかみんなが名観光地を喜ぶっていうところだけで止まってるからそうですよ、ね、時代よりもロングテールだから実はね価値ある,るそうそう5000番目ぐらいの需要にフォーカスを当てれば。 集まってくるから。確かにね。だからパソコンとかを、グロームブックとかね、安いパソコンとか貸してあげるとこぐらいまでなら僕は助けてあげてもいいかもしれない。わか,か,かんないけどね。わかんないけどね。確かにな。それをやってほしいかもしれないな。石ころとかね、好きな人いるじゃないですか。ま、道に落ちてる石ころとかね。確かにな。枯れ木とかね。 大体、紹介で,でなんか、最後の方になったら、こう、金払えってい、脅し出すじゃないですか。脅し出す。そう,だそう。あだから、それインターネットとはちょっと相性悪いですね。確かに。いや、でも、それを画面越しに脅してほしいです、ね、画面越しに脅す怖いな。<laughs> 画面越しにどんどん。この言われるクイックションっていな男が現れる。屈強な男がクリクションみたいな。<laughs> <laughs> あんま怖くねえな。いや、逆になんか、あのかアノニマスみたいな、なんかハッカーみたいな、なんか仮面かぶってやつが出てきて、なんかこいの出てきたとか言ってね。<ー>なんか、お前の住んでる場所の IP が今分かったとか、突然出して、なんか、お前はビッグローブ、YMAX に契約してるとか。 っか言って、やばいやばいやばいって言って、別にやばくも何もないんだけど、なんか、詐欺じゃなくて、なんか、朝日新聞デジタルとか、これ以上、続きを読むにはお金払ってください、そうね、有料会員とかね、あれをなんか、リアルの、リアルというか、オンラインのガイド中にやってほしいです、ああ、便器の前まで来て、この便器あるぞみたいな、見たいだろうって、じゃあ、いいよ、みんなこの便器見たかったら10ドル払うみたいな、ちょっとチラ見せして、便器を。 <laughs> あと5ドルでもうちょっと傾ける <laughs> <laughs> 払っちゃうんじゃないですかサドルさん払うかもしんない払うかもしんないそれ払うかもしんないなで残念ながらここはあのみんなが立ちちちをするからただの野原の画像が出てきて <laughs> ああ騙されたって言って <laughs> 俺嘘を言ってないだろうとかみんながここで用を足すんだとかっ <laughs> てどんな <laughs> どんな心理かけ<笑><笑> <laughs> それはでもいいな。<laughs> そこで脅されたくないけど、でもいいな。そういうのはいいな。そうそう平和なインターネットですね。うん、平和な脅し。うん、うん。それはいいかもしれないな。そうそうそう,そうで。料理を作る画像、ね、料理を作るクッキングとかもね、ここ,こ,こで水を入れるのをやめますってって入れてほしかったら、ここで火力を上げてほしかったら課金しろって言、ね、こういうな。パイが台無しになる<す>。そう,そうそうそう。<laughs> ここで胡椒をまぶす。<laughs> っ欲しかたたらドルみいなな別に食えいしいいよみたいなね。新しい形の脅迫新しい形の脅迫を考えよう。ちょっとよかいな。犯罪教唆みたいなのね、たぶんね、ちょっとね、抵触しちゃうから。んだけど、それは面白いかもしれないですね。プラモデルの組み立てとかね、分かんないよね、そうのね。人間ってやっぱり最後まで完成させてやっと納得するから。気持ち悪いみたいなね、最後までやってくれんと。確かにねなるほどね。 まだメールをね、ハンガリーから待ち続けてるんで。ね、もし続報があれば。続報があれば楽しみにしてます、ね。<laughs> 国際裁判ねちょっともう一回追伸したろっかな、ちょっとメール。いや、そうですよ。だってメールアドレスはね。分、うん、かってるから、ね、まだ大丈夫なんですよね。うん。うん 逆に脅してるんじゃないですかだから、あなたの答え書いてこないことを公開質問状とかするぞとか言って。そのことで訴えたらいいんじゃないですかメール返してくれないメール返してくれない。それすごく傷ついたわけじゃないですかお母さんの心。確かにね。3万円分くらい傷ついてるんじゃないですか心が。ついてますよ。うん。やっぱ、ね、急に海外からメール届くっていいなと思いました。ああ、僕は日々膨大な膨大なメールを僕は海外から届いてるから、もうなんか全然嬉しくないですね。 旅でご投稿コーナー、あなたの旅の一かな楽しみ、ラジオネーム、吹き屋さん。私自身はあまり旅に出ないのですが、友人や家族にお土産何がいいと言われると、必ずマグネットと答えています。おー、わかるわかる。かるそれらはすべて玄関のドアに貼られています。ううんん 今では50個ほどになりました。<ー>実際の国の位置関係に並べたは眺め。それだけで旅をした気になっています。お気に入りは幼馴染が買ってくれたナスカの地上へのマグネットですと。50個ってすごいですね。 いいですね。玄関のドアに貼るってすごくないですか内側かな手、側か。貼れるんだろうな。外側だったらなんか、ちょっと怖いですよね。私も冷蔵庫に貼ってました冷蔵庫はね、貼りますね。そうそうそう。なんかあのサイズ企画があるんですかね結構みんな同じようなサイズですよね。確かに。ちょっと横長の長方形。まあもちろん違うのもあるけど。なんか裏側で、あれをなんか独占してる企業がある。そう、僕も同じ考えた。あのシェアとかね、マーケット分析ちょっと見てみたいですね。確かに。ああいうのね。 確かに似た形のね、サイズの。世界中みんなあのサイズだ。みんな、だから、ある一つの工場でみんな作ってる。恐ろしい。早くやれとか言って。で、どこが一番売れないですかとか聞いてみたいですね。その会社の人にね。ちょっと最近はね、東京は元気ないですかとかね。わかんないよね。こういうのいいですよね。ちょっとずつ溜まっていく。そうそう。あんまだとかさばらないんですよ、マグネットって。確かに。そうそうそう。積み重ねてもいいし、あれでもいいし。そうそう。あれはいいですよね。ご当地のね。うん。 あれはいいですよ。いい趣味ですよ。玄関の、この、ま、おそらく内側だと思うんですけど、外側の場合は注意してほしいのは、なんかね、あの、おもころのライターに小田さんって人がいるんですけど、小田さんは、よくこう、水道局からマグネット送られてくるじゃないですか。はい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 。水道局じゃないや、水道工事の。はいはいはい。広告のやつがあって、あれを自分の玄関の外に貼りまくってたんですよ。はい。扉の外に。マンションで。ちょっと怖いな。もう本当に、 50枚以上、それこそ。扉一面が埋まるぐらい貼ってたら、ある日帰ってきたら全部剥がされてて。どういうことえやめろってわかんないです。それさえも書かれてる。ああ、同じコレクションの人がいてコレクターだって、デイリーポータセのトでもね、なんか何回か、その水道管のやつとかね、パロディーになったりとかネタになってるますよ。うん、だから、やっぱり愛好家はね、あれ結構いるんですよ、あのフォーマット。だから、そっからってるとね。そうね、られるかもしれないから。気をつけないと。 怖いんだ撮られるのね。<laughs> そじゃあ外に貼るのは、やめておきましょうっていう。うんうね、<laughs> 多分内側ですよっていう、ね、ことをこの吹き屋さんが変身しておしまいなのかもしれないけれども、<laughs> 気をつけましょうってね。うん。お便りね、どんどん、まだまだ、はい。 一時期、なぜかフォームが閉まってたんですけど。ああ、そ,そうだ、そうだ、そうだ。あのー、すいません、なんか、容量がね、なかったと。そうですね。いうところでした <laughs> で、ね、今、またフォームをオープンになってるんで。はい、はい。そうそう。ぜひぜひなんか、旅のラジオの受付終わりましたとか言ってね。あれを見て、なんかもう旅のラジオ終わるのか。<laughs> 僕らも気づかないまま、もうなんか最終回みたいな、ね、<laughs> に。そうそう、あの、そんなことは決してないので。あの、最近なんか投稿来ねえなって思ってたんですよ。なんか寂し、寂しいなってね。確かにもうっ。もちで、で、私が試しにじゃあなんかテスト投稿しようと思ったら、<laughs> 受付は終わりました。<laughs> 受付は終わりました。<laughs> と書いてあって、石川さんに、<laughs> どういうことですかって聞いたらね、<laughs> あの、石川さんが陳謝をされて。本当すいません。と <laughs> <laughs> いうことだったんで、あの、Google ドライブで要領をね。ね、だから、あの、はがきできた投稿だけを読んでたっていうね、一時、そういう時期が<笑><笑> <laughs> ありましたけれども、今でも少しね、あの、フォームをね、少しわかりやすくして、どのコーナーで送りたいとかね、あと、他の読者からの要望で、 そのどういう出身の方なんですかっていうことを教えてほしいっていうのがあったんですそれはもちろん2位の欄であの書くようにしましたので、あのぜひあの、ね、いていただければ投稿がよりしやすいそう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 ようになりましたのでまた、ね、ちょ改善を繰り返す旅のラジオでございました。はい、ありがとうございました。した旅のラジオこの辺りでお別れしたいと思います。本日は イギリスから帰ってきたメール。<laughs> <laughs> <laughs> サンキュー <laughs>。<laughs> 寂しいな。こんな悲しいサンキューないな。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。